ホノルル港のシンボル、アロハタワーの夜景ホノルル港はハワイ語でクーロリアともケアーオーコーとも呼ばれ、米国ハワイ州オアフ島ホノルルにあるハワイ州でも主要な港である。ホノルルの都市はオアフ島の近代史の中で外向きに開発され都市化されたのはホノルル港からであったと言っても過言ではない。この港にはサンド島にあるハワイ最大の海運会社、 マトソン社の港が含まれている。ホノルル港の近くは現在、ダウンタウンと呼ばれ、ここの西隣にホノルル国際空港があり、そのさらに西隣の新珠湾に米海軍基地がある。ホノルル港はハワイ州交通部港湾局によって管理されている。ホノルル港では年間1100万トンを超える貨物を処理している。ハワイは必要な商品の80%以上を 輸入しているため、港が提供するサービスは非常に重要である。考古学調査によると、ホノルル港周辺はすでに1100年以前に人々の活動でにぎわっていた。ホノルル港に入った最初のヨーロッパ船は、イギリスの商船キング、ジョージ号が積載したボートであった。このボートは1786年12月12日に港にこぎつき、ヘイワードが指揮し、 友好的なハワイの新艦の使用人であるトワヌーハが操縦していた。1794年、キャプテンウィリアム・ブラウンが指揮したイギリスの船であるバターアワース号は、なんとは自力で港に入った。乗組員はこれをブラウン港と呼んだが、ブラウン船長は恐縮して、この港をフェアヘイブンと呼び、これはハワイ語、ホノルルの意味するところである。 ホノルル港のホブネ軍1850年、カメハメハ三世は、ホノルルをハワイ王国の公式首都と宣言した。この宣言により、より多くの船舶を収容するできるように、港をさらに発展させる一連の投資が行われた。ホノルル港はすぐに太平洋を横断するサンダルウッド、毛皮、捕鯨産業の主要な寄港地になっていった。 ホノルル港に停泊した外国船は王国の財源に莫大な富をもたらし、ハワイ先住民に幸福をもたらした。イギリス軍はその後、港への入り口を保護するために砦を建設した。港近くにダウンタウンのウォーターフロントが開発され、このウォーターフロントに沿って多くの高層ビルが建設されて、ポイを作るためのすりつぶし器、釣りのルアーなど初期の文物が 現在のウォーターフロントとアラケア通りとニミッツハイウェイに隣接するアロハタワー近くのドックに沿って発掘されている。5年にわたる建設の後、1926年9月11日に世界的に有名なアロハタワーがホノルル港の第9桟橋に正式にオープンした。当時アロハタワーはハワイで最も高い建物でホノルルへの船を迎えるシンボルとなった。 自由の女神が毎年ニューヨーク市で移民数千人を迎えたようにアロハタワーはホノルルで移民数千人を迎えることになった。アロハタワーがオープンした頃にはホノルルはすでに裕福なアメリカ人やヨーロッパ人の家族にとって大変人気のある休暇の目的地になっていた。彼らはマトソン社の帰船で旅行してきてアロハタワーに停泊してハワイの音楽、フラの踊り手、 例に迎えられたのである。1941年の現地12月7日に、真珠湾攻撃が行われた時、アメリカ沿岸警備隊のカッター、トーニーの隊員は、アロハタワー州兵を防衛するよう命じられた。そして、アロハタワーは夜には消えて見えないようにカモフラージュした、色に塗り替えられた。1982年、ハワイロイヤルバ橋にある、 アロハタワーの近くにハワイ海事センターが開設され、ホノルル港の歴史とその関連産業を紹介していた。歴史的な商船であるフォールズ・オブ・クライド号がロイヤル・サンバシに停泊している。2002年、ハワイ海事センターはビショップ博物館に所属する法人組織になった。1994年、アロハタワーマーケットプレイスがオープンして、ホノルル港では ビジターへのアトラクション、小売店、レストラン、実際に稼働している商業公施設が一箇所に統合された米国内で唯一の港となった。しかし、ハワイ海事センターはクライド号の修理費用の捻出か難しく2009年以降閉鎖されていてビショップ博物館は一時的に閉鎖と言っているが再開の見通しは立っていない。 2013年にはマトソン社によるホノルル糖密流出事故があった。2018年にホノルル港でカラパナコンテナターミナルの建設が始まり、2020年に完成予定。第2期の計画も始まっている。ありがとうございます。